はい、どうも、ゆうです。今回はですね、3月17日に来たエボリューションの方を見ていきたいと思います。バースデーマジックっていうのが来てます。能力がですね、ペース3上がり、シュートが2上がり、パスが2上がりのドリブルが4。で、フィジカルが2上がります。で、プレスタとしては、フレアがつくというのと、まあ、迅速プラスもつきますっていうのと、まあ、あとスキルがもう5になるっていうエボですね。で、プレビューしていく選手と、あとは、まあ、EGSBC で、いい選手がいるかっていうのを見ていきたいと思います。あと、まあ、昨日来たエボとの掛け合わせで、さらに強くなる選手もいるみたいなので、まあ、その辺も見ていけたらなと思います。まあ、スターリングとかいますね。まあ、昨日いたメンバーが多いかなっていう気はしますけどね、うん、でこれいるやんと思ったんですよ。セシーネやっとできると思ったプレスタル数が最大8でアウトです。はい、騙されました。もうマジでって感じだったけど、もうできると思ったのに、なんでまさかの、もう初めから外しといてくれって感じのやつですね、ほんと。まあ、っていうことで、まあ、こんな感じなので、まあ、今見た感じだと、まあ、セシーナができたら、もう何も言うことなかったんですけど、まさかの対象外なので、はい、プレスタイの数だけかわしてくれたらよかったのにっていうところなんですけど、まあ、他見ていきたいと思います。はい、ということで、見ていきます。と、まあ、バースデーマジックってやつなんで、まあ、これ昨日の5-5のやつばっかりになってるんで、まあ、まずイサックかな。はい。まあ、昨日も出てきてましたけど、まあ、これ、イサックで、まあ、ペース97、シュート93と、ドリブルと迅速になって、まあ、金網の話もついてクイックステップと、フィジカルもあってドリブルもあって、パスもある程度、パスがちょっと低いけど、まあ、ショートパスと視野はある程度あるって感じですね。うん。で、5-5です。もともと逆5だから、スキル5になって5-5で。まあ、強い。はい。もう普通にショーダウンより強いし、5-5だし、迅速ついたし、能力もちゃんと上がってるし、はい、強いです。超おすすめ選手。まあ、多分今、レンジもなってんちゃうかな。変えないちゃうかなと思うんですけど、はい、っていうことになります。はい、次ですね。掛け合わせです。マジックと掛け合わせ選手になります。はい。まあ、二つ使えばここまで来るよと。だから、まあ、ファーストタッチと、迅速かなついてて、テクニカルと彼の身のこなしとなります。で、まあ、ドリブル91、ペースがハンターつけたら99のシュート94。で、パスが83ですね。まあ、ショートパス、まあ、視野低いなっていうところはあるんですけど、まあ、フィジカルもそこまで高くはないかな。っていうところで、まあ、5-5になりますと。うん。まあ、普通に強いかなって感じですね。うん。これもおすすめかなと思います。もうなんか5-5が当たり前になってきてるのもすごいなと思うんですけど。はい。次、フェイペ・アンドルソンですね。ペース99のシュート90。パス84のフィジカルが80。のディフェンス値は68もいいですね。ドリブル93。まあこの選手もありかなって気はするな。まあ、5-4なんで、まあ、これもいいですね。逆4だけど、まあ、能力値は普通に高いと。まあ、今回のバースでは昨日のやつよりかはちょっと能力上がりいいので、それで言っても、いいなっていう印象はありますね。はい。うん。すごい。っていうことで、他やな。まあ、コレアかな。これもハンターつけてペース98のシュート94、まあ、ドリブル92で。まあ、5-5に欲したかったら昨日のやつの方がいいかなって感じですね。単純に能力上げを優先したいんだったら今日だけのやつの方が上がるっていう感じです。はい、ネレスが、2つ使いできますと。2つ使いで金のネレスですね。2つ使いすればと、まあ、ここまで来るってことで、まあ、ペース99かな。ペース92のシュート80のパス82。うん、まあ、やっぱシュートパスが低いかな。ちょっと低いな。元値が低すぎるかな。まあ、金の状態が上げてるかこうなるんでしょうけど、もうフィジカル70でドリブルとパスペースはいいけど、あとです、ね、まあ、ハンドつけたらこれぐらいになるけど、まあ、ショートパス視野もある程度あって、まあ決定力低いかな、さすがに。ただまあプレスタイドめちゃくちゃ優秀になる。トリッカーもクイックのもう 金2つもめっちゃ優秀だしっていう感じですね。なんかちょっと惜しいかなっていう気はする。元値がやっぱ低いですからね。まあ、この掛け合わせでうまく作れんような能力値設定にはしてきたんだろうなとは思うんですけど、あ、この選手も気になるな。バースデーで、5-3、逆3か。
で、ペース91のシュート85、パス85のディフェンス値も80あると。ドリブルが94。テクニカルプラス持ってて、まあ、今回ラビットついて、で、スルーパス、ライトのパスと、ジョッキブロック、トリベラ。うん、普通に強いな。まあ、なしではないかなって感じですね。普通に強いかなと思います。この辺がまあ、無料で作れるのも、十分優秀だなとは思うんやけど。ちょっと能力値低いっすよね。やっぱ見てても。もうちょっと欲しいなっていう印象はあるな。あ、これも、昨日のやつだともともと逆語なったんで、こっちの方が強いと思います。昨日紹介した選手ですね。はい、ベース90のシュート86、ドリブル91のパス76。パスはちょっと低いけど、ショートパスとまあ視野はちゃんとあるよと。で、まあフィジカルはちょっと低いですけど、まあ迅速ついて。うん。まあ昨日より強いかな。まあこれでしかも55になるし、っていう感じかなと思います。はい。やっぱ能力値がちょっと足りないよな。さすがに2個掛け合わせ。2個掛け合わせで強いなって思うやつもいるけど、ちょっと物足りんかな。まあ逆語がいらないんやったら金とかこの辺もありかな。で、まあ一番の目玉かな。多分。ラッシュフォード。ただ、逆算っす。逆算、ちょっとストライカー逆算気になるけど、パワーシュート持ってて、まあ、ラビットつけてて、クイックステップあって、まあ、ハンターつければペースも99で、初手も94と、まあ、多分一番人気になるんじゃないかなと思います。レベル88で、まあ、シンプルに上げれるし、逆算以外は、まあ、完璧な選手かなっていう気はしますね。逆算がちょっと、もったいないなっていう気はするけど、もともと逆語持ちの選手は、まあ、今回のこれをだけをバースデーを使って上げるが一番賢いかなっていう気はしますね。まあ、自社とかも、能力値がちょっとね残念だなっていう印象があります。見ててもジョタとかもそうやね、シュートパスがちょっと物足りんかな。そんな感じだ。まあ、久保も、5-5にできるのは、まあ、昨日のやつなんで、片側5-4だったら、今日のやつでやらないといけないですね。はい。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。今ですね、一応、転売情報として、まあ、ディスコードの方を、まあ、運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これまあざっくりとしたまあ紹介文ですね。まあこういうのを上げてますよっていう感じのです。まあその日各毎朝更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレーとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。そうですね。以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談
も含めて、まあ、あとご質問は、まあ、市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ、先ほど言ったプレイとかになってきます。まあ、こういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。